え、気持ち悪いの？気持ち悪い。だからもう今病院行きたいレベル。SKJ ビレッジ。はい、おっしゃる、ありがとうございます。 SKJ ビレッジのエセットとサイガソ進化です。はい、本日の企画は、はいはい、出前1万円分食べきれるまで帰れません。うおー、なんかということでございます。何を頼むかが一番大事でしょ。うん、出前王をまず決めます。そいつが全て頼みます、1万円分。はい、何でもいいです。どうやって決めるかというと、はい、今日はラグマというアプリを使って、うわ、うん、思い出のゲーム当て対決をします。思い出のゲーム当て対決。はい、ラグマで、うん、まあゲームは買えるわけですよ。ああ、なるほど。めちゃくちゃ安く買えます。うんうん、今日は500円以下のゲームを、思い出のゲームを買います。うん、ああ、まあちっちゃい頃やってたとか、うん、ああ誰が、こいつは何買ったって一番最初に当てた人が出前王です。自分が必ずやったことあるやつだね。そうだね。でかつみんなの思い出にも残ってるもの。いや、もう自分だけでいい。自分だけでいいよ。自分しか知らないゲームにしてもいいよ。絶対勝ったわ俺。これ500円以下とかです。相当できますから絞ってください。ああ、なるほどなるほど。で、ほらスマブラ64とかで、ね、俺はめちゃめちゃスマブラやってるわけじゃん。やったね。これ400円で買えますから。なるほど。で、俺これ普通に買うよ。でもこれにしたら負けるから、もっと深い思い出のやつを探す。なるほど、うん、なるほど。うわ、俺もう知らない。俺もその画面入った。ああ、この画面入った、すまん。もう見つけた、思い出。見つけた。じゃあずずもっと。ああ、もう見つけた。もう見つけた。ちょっと可能性探るわ。ちょっと探すわ。しか、そんなに自信あんの？多分2人にも響くし、マジ？視聴者全員に響くと思う。俺自分にしか響かないの選んじゃった。俺はプレステとかで調べてる。ま、これはただの読みやヒントではないっせ。OK、 決まったわい。俺がね、世界で一番面白いなって思ったゲームだったの、それ。うん、新品で買って、当時6000、7000くらいで買って、うん、2ヶ月後くらいに500円でもう売ってた。世間からの評価が、俺の評価が最も落差があった思い出のゲームっていうのです。これだ、おもろいけど、うん、時代は過ぎたっていう感じじゃないよ。違う、俺がおもろいと思ってたんだ。ああ、時代も正しい。でもそれはみんなに買ってほしいな、確かに。でしょ。それはみんなに買ってほしいな、確かに。でしょ。それはみんなに買ってほしいな、確かに。でしょ。このタイミングで言わせてもらいますけど、はい、概要欄からラクマダウンロードできます。はい、で、そのダウンロードしていただいたら、まあ我々の招待コードがあるんで、うん、それでやると500円分ポイントありますから。最初からってこと？そう。だから皆さんも僕らが買ったやつをそのまま500円で買ってもいいし、なるほどね、皆さんの思い出のゲームを探してもいいしっていう今日の紹介。僕は当時ね、ゲームのレビューサイトが大好きだったんですよ、小中学生の時。おうおうおお。なんかね、実際にやんなかったとしてもみんなの評価を見て、あ、そんな面白いゲームがあるんだね。あ、そんな面白いゲームがあるんだね。S ランク、A ランク、B ランク、C ランク、D ランク、うん、ほとんど A 以下な、うん、S ランクを取った数少ないゲームの、でもそんなに周りの人は持ってないやつを俺は買ってめっちゃハマったの。そんな思い出のゲーム。なるほどね。当ててもいいよ。S ランクゲーム。あ、まあもう思いついて言えばいいんだよ。分かったなら、ん？リズム天国。バーカちゃん。リズムに乗ってバカバカちゃん。このゲームは俺最初超つまんなかったのやってて。ほう。なるほど。こんなんゲームなんすかみたいな。うんうんうん。でもあることに気づいた瞬間、神ゲーに変わったわけ。何何それ。そのギャップが俺の中ですごい効いてて、そんなゲームマジで欲しいんだけど普通に。そう。ちなみに僕は DS なんで、そのハードだけ教えてもらっていい？じゃあ俺プレステ2です。ゲームボーイ。ゲームボーイ。え、じゃあゲームジャンルだけ言っとくか。もう俺経営シミュレーション系もう言っちゃったけど、俺は RPG です。 RPG、うん、俺進化の分かったわ。マジ？え、もう当てていい？いいっすよ、うん、ポケモンでしょ。正解です。なんで途中から劇的に面白くなったかも分かった。セーブができるようになったから。それは君だけ。レポートというあの機能を知る前、どれだけのスピード感でたけしを倒せるかっていうゲームだった。俺いや、ガチでガチで。でもそれを知ってから俺はバッチハッコのことちゃんと知ったわけ。ああ、世界が広がったわけ、ね、広がった、うん、始まりになった。普通に500円で買えるポケモン、青、赤、緑、
やってみない。いや、言ってみない、全然。これでーす。素晴らしきこの世界っていう。へぇー、全然知らん。これ DS だから2画面なのよ。うん。で、上の画面はボタンでやって、下の画面はタッチペンでやるの。うん。それがすげえおもろいっていう。でも DS を生かした。これ DS だから2画面なのよ。うん。で、それがすげえおもろいっていう。二人の意図はないんだけど、このね、プロサッカークラブを作ろう3っていう。見たことあるなぁ、でも。あるクラブチームを経営して、街をでかくして、で、そうやって、選手をって言って、あ、俺のこいつが育った、気持ちいい気持ちいいってずっとやってた。ま、これですよ、この差が。500円たるやん、ね。500円たるやん。そうか。ということで、サイガツくんが選んだのは何ですか？はい、出前よ、韓国チキン祭りでーす。おーい、はい。韓国ドラマで出てきたやつですか、これは。そう。マジでうまいかもしれない。これうまいな。なんかチキンってさ、うん、2個までだったよな、ちっちゃい時は。どういうルールですかそれ。このエフェクトある？ないよ。ないわ。ラクマってすげえな。強引にも程があるかと。ラクマってすげえな。でも俺結構食ってるよ。俺より？いや、君よりは絶対食ってる。話はならん。え、俺結構食ったよ。お腹空いてきた。人生初めて胃もたれを感じるわ。マジ？無理だ、ごめん。え、気持ち悪いの？気持ち悪い。だからもう今病院行きたいレベル。わかるでしょ。わかるでしょ、もう病院行きそうなの。呪霊。呪霊だったら最強のチキンにする。全こうやって特急チキン呪霊。マジでそう。ちなみに俺ジュースの中ではコーラかなり嫌いな方なんですよ。え、それは珍しい。サイプー。サイプーサイプーってあだ名する？あだ名、うん、あだ名今禁止だから。あ、なんで？禁止の小学校あるじゃん。小学校、小学生はあだ名禁止にした方がいいんじゃないかっていう法律みたいな、なんか指針みたいなのが出そうな。田中拓也、たっくんはダメってことです。たっくんはダメ。田中さん、教育的に言うと。だからあだで言うさんじゃダメ。バカさん。進化もダメ、あだ名なので。 SN2 なんかもう普通のロボ。いや、SN2 普通の。じゃあ OKOKOK。 SN2GO じゃなきゃ無理かも。私俺ガチで12くらいは食ったよ。そう、すげえ。ほんとほんと信じて、ほんと11か2ちょうどいってます。でも俺8かな。え、シンはちなみに何個ぐらい？絶対9とか言うんだよ。あ、後出し、後出し有利だもん。あ、でも10は言ってるわ。後出し有利だもん。ガチで10は言ってる。10、覚えてた。じゃあ俺11、覚えてだけで11、俺はじゃあ俺11、覚えてだけで11、俺はじゃあまだ食えるけどね、本当は。俺は、いや、俺もっと食ってるな。思い出した、食ってる時に。うん、これ4回目とかだもん。ここで見るの、このマジで15だわ。新手の歯が出てきた。15は飛びすぎじゃない？思い出すでしょ。確かに。これを何個言ってたの？じゃあ15のうち。こういう感じで記憶辿っていけば、うん、15は硬いって感じ。照らし合わせるの。え、待って、俺この感じで1個減らしてるんでしょ。ごめん、マジで11だったわ。いや、スタッフでも待って、クーペース一緒じゃないんですよ、実は。そこが盲点で。マジで15だわ。新手の歯が出てきた。いや、実際何個目だそれ。14個目。これ絶対14個目。本当に。絶対14は食った。絶対14は食った。これ、誰？君？カメラ。疑うなら数えて。いや、もうここだけの話、マジで何個って思うの。でもここからカットね。うん。絶対もう、関係ないね。ガチでいいよ。怒んない、誰も。うん、マジで14だと思う。カットなしでも。カットなしで。ナチュラル。S が14なら俺18は言ってないけど、やってらんないわ。でも、で、財閥が20でしょ。いや、28だね、これ。お前らその感じだったら。じゃあ、食べ終わってない？
全然食い切るしな、動画を切った後に普通に食べますよこれは。はい、ということで概要欄からラクマダウンロードしてていただいて、招待コード入れて、楽天ポイント500ポイント分で、まあ、僕らみたいにゲームを探して買ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、おっ